行きました。メガドンキですけどね。そうですね。で、今日はちょっとね、ここに来てみました。コスメ、ここはたまたまクリオの頃なのね。でも下は違う。うん、下もでも韓国コスメだから、ここは韓国コスメだね。ほんとさ、範囲いっぱいありすぎてやばいね。じゃあさ、はい、一周してみてお気に入りのもの一つだけね購入しましょう。あ、見て、CC のバッグ、ポーチもあります。かわいい、クロマンだね。出そっか。 CC かわいいね。何これ、ドン・キホーテ限定コスメ。もう好きそう。エクセルだ。あ、へえ、エクセル好きなんだよね。エクセルのさ、アイブロウいいんだよ。え、これが出たんだ。かわいい。アリエルでしょ。うん。え、いいなぁ。でも、ママアリエルってキャラじゃないからね。わぁ、ビューティフォー。わぁ、すごい。この辺全部化粧品。メイベリン。メイベリン好き。ママ好きだよ。うん。レブロンも、みんなでも、プチプラコスメは好きよ。うん、裏向いてるんです。あ、そうだ、資生堂のビューラーって欲しいって言ってなかった？資生堂のビューラー買う？どこにあるんだろう。800円だった。ここになさそう。資生堂のコーナーにある。マチョマチョインテグレート、インテグレートのね、これいいんだよ。そうなの？うん。何それ？え、これあのアイブロウマスカラ、眉毛につけるマスカラ。今日前髪薄くしてきたんですけどさ、うん、あのさ、ここ出てきちゃったの。ケイトね、ビゼも可愛いんだよね、なんかデザインが。ビゼ、あ、ママこれ持ってる。これ持ってる、ね、これ持ってますね。でもね、結構粉落ちがして、あのラメがさ、ギラギラすぎて、なんか落ちてくるって、わかる？わかる。すごい、韓国コスメめっちゃいっぱいあるじゃん。これじゃない、このでっかいパレット、500円の。そう、それ確かに。ね、これね、もう面白いって本当？これ500円でめっちゃ入ってて、うん、TikTok でよく見る。あ、そうなんだ。これっぽいよね。それ、こういうのね。そうね、こういうのとは使わないし。うん、こっちの方が使えそうだけどね、使うなら。まあね、うん。あ、これがね、限定カラーなの、ドンキの。本当だ、書いてある。これめっちゃね、すごいね、キラすごい赤綺麗、発色いいしね。ほら、あ、めっちゃなんか濡れツヤになる。このね、やつはすごい綺麗。まあ、他のもね、クリオは発色良くて綺麗なんだけど、アイシャドウ。でもこのドンキ限定のね、やつすごい綺麗。あ、可愛い。かわいいね。ん？ほら見て、この赤めっちゃかわいいよ。かわいい。かわいい、めっちゃかわいい。はい、ということで見てください、買ってきました。っていうか、ママのも入ってるので、ちーちゃんのだけ出しましょう。じゃあ、開けていきます。いきますよ、チューが買ったのは、こちらです。じゃん。はい、結局ね。CCEのポーチにします。はい。もうでも、あんまりね、しょうちゃんが欲しそうな、使えそうなコスメがあんまりなくて、そうですね、結局ね、ポーチになりました。でも欲しかったもんね、これもね。欲しかったんですよ。
今まで100均だもんね。そうです、今日も100均のポーチあります。100均のポーチから変わりましたね。どう？たっぷり入りそう？この 3C って言ったらこの三角感だよね。ん？この三角感。あ、そうね。3C って言ったらこれ。結構たっぷり入りそうじゃん。そしてなんか黒。あ、黒ね、そう。黒っていいよね。しほちゃんはもう黒ってイメージだもんね。そうです。ほら、今日も黒入ってるんですよ。うん、黒大好きだからね。まあ、ピンクもあったんだけど、黒にしました。大人っぽくね。かわいい。はい。で、もう一つ、しほちゃんが、ちょっとね、セットで欲しくて、自分のね、お小遣いで買ってしまったものがあります。じゃん、これもずっと欲しいって言ってた 3CE の手鏡。そう、ハンドミラーです。ここ見てみました。うん。はい。これもポーチとお揃いにしたんだよね。そう、黒です。うん。黒です。開くかな？そうなんだよね。しーちゃんはね、開けるの苦手で、いつもね、りみちゃんが担当なの。リミはね、こういうのなんかすごいね、早いんだよね、開けるのね。なにこれ、開けます。うん、おお、いいじゃん。じゃん、お、いいじゃん。ここ剥がしていい？ん、もう剥がすの？うん、おお、いい感じです。うん、やっぱお家でそうね。お家だけよ。まだこれからね、すぐ帰んないからね。そうなん、入れてみようか、ここに。あ、いい、あ、いいね、めっちゃいい。ね、今日のポーチ見てください。ん、今日のコスメポーチね、今日もコスメ少し持ってきたんですよ。うんうん、100均の100均だし、見て。で、ちょっとこれは撮りましょうね。さすがに、ちょっと。プールつけたい、つけたい派なんですよ。おかしくないそれ。昨日も友達と、うん、ポーチ行ったんです。あ、そうそう、昨日ね、お友達とイオンで遊んで。最近これお気に入り。ニベアのリップね。これね、バニラとなんだっけな。なんとかのね、匂いがついてるんですよ。これほんといい。ほんと。めっちゃいい、これ。香りに癒される。そうで、無臭、無臭、あの無着色、色がつかないってこと？違う、これ、そう、色がつかないんですけど、うん、もうちょっと白いのがあって、うん、白いのが、匂いがしないから、ここに持ってるんですよ。あの、でっかいニベア缶に入ってたやつね。そう、ニベア缶に入ってた、うんうん、ニベア缶とは別にこっちを持ってました。で、うん、目薬、目薬ね。今日ね、なんか目薬がすっごい減ってる。夢？夢で目薬出てきたの？夢で目薬すっごい。そうなんだ。もうね、なんかでもその昨日遊んだお友達もコスメが大好きで、うん、ね、着てる？うん。昨日一緒になんかメイクしてたよね。これを色違いで。あ、そうそう、あのね、お友達がね、そう、引っ越しちゃうんだよね。まあ違う県に引っ越しちゃうわけじゃないんだけども、ちょっと今住んでるところから。ちょっと離れたとこに行っちゃうからね、プレゼントしたんだよね、しほちゃんと。色違いそうの韓国コスメのね、これの、うん、私ピンクなんですけど、うん、オレンジをあげます。なんかリップとチークとアイシャドウがセットになってる、あと鏡もセットになってる、なんかコスメが売っててね、はい、それをねプレゼントしたんだよね。そうです、めっちゃ喜んでくれたね。うん、本当にコスメ好きなんだなと思って。こんなんもらっていいの？すごいな。ね、あの喜び方はすごいですか、ね。トイレ行ってね、すごいずっとこうして。そうでね、二人でなんかね、まあ、自分のお小遣いでなんだけど、ポップティーンのね雑誌を買う約束をずっとしててね。そう、買いました。二人で本屋ね行って買ってたね。でその付録がまたコスメなんですよ、ポップティーンが。そうなんです、だから、ね、欲しかったんですよね。もうそのお友達もコスメ本当大好きでね、しほちゃんとずっとコスメコスメだったね、昨日はね。でも楽しいよね、やっぱ自分の好きなものを共有してくれるお友達っていうのはね、いいですね。これからね、うちの妹もああいう子になってほしかった。ああ、そうね、リミね、リミ
趣味は本当に全く無関心ですね。それでさ、言ってたね、大人になるまでさメイクしないかも、大人でもメイクしないかも言ってた言ってた、リミは大人になっても多分メイクしないって言ってた。でも分かんないからね、まだ2年生だから、ね、まあ、リミのお友達が結構好きな子が多いからあれと思うかもしれない。普通のね、リミが普通だからね。志保もまだ2年生だから、そうだよ、志保もまだ4年、実は4年生だしね、うん、もう中学校ぐらいの感じのコスメの好きさだからね。アイラブコスメ、ママのコスメとか結構あさってるしね、朝とかね何してんのかと思ったら人のさ、なんかいろいろさ見てるよね、見て可愛いって言いながら返すんです。使ってないですか？もちろん使ってないけど、なんかこう見てさあ、可愛いね、これ、あ、これ可愛いねもう本当興味津々なね。まあじゃあいずれね、しほちゃんと一緒にこうね使ったりね、できる日が来るんでしょうかね。来ますよ、まあね、好きなんですかはい、ということで今日は気持ちいいね、うん、はい、じゃあドンキにね、来たので、まあ一応ママもちょっとコスメ見たいなと思って一緒にねコスメ売り場に行ったので、翔太にじゃあ1個ね買ってあげるよっていうことで、じゃあ動画回そうっていうことになりました。結局ねコスメというかポーチになっちゃったんですけど、めっちゃ可愛い、本当可愛い、うん、ね、よかったね。でも100均から昇格しましたパパたちだ。じゃあ皆さんさようなら、バイバイ。パパだ、パパ、しもしも、しもしも、今休憩、グミ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 ペア、3時だ、おやつだ。